発達障害の子どもの子育て専門カウンセラーのエバーグリーン松本ですはい、私は大学院で特別支援教育を学んでその後中学校特別支援学校で教員を経験しました現在は発達障害グレーゾーンの子どもとその保護者の方をサポートする NPO 法人を運営しておりますよろしくお願いしますはい、本日はですね友達100人もいりませんというお話をしたいと思いますはい。えー ちょっと歌います、ね、聞き苦しいかもしれませんけども「えー、1年生になったら1年生になったら友達100人できるかな100人で食べたいな富士山の上でおにぎりをパックンパックンパックンと」とはいじゃあこんなね日本の 昔からある歌ですけども、はい、今日はですね友達100人もいりませんということで、えー、この歌のですね秘密をちょっと読み解いてみたいと思います。まあ、日本の固有のですね問題っていうのがこの歌をですね読み解くとですねいろいろ分かってくるんですね。 私20代の時にこの歌について結構真剣に深く考えてしまったことがそんな時期がありましてですねでちょっと今回ですねこの歌に隠されている秘密についてですねあの私なりにちょっと文章を書いてみましたのでちょっと気合入れて書いたんで読みますね参考になればと思いますけどもはい「日本では小学生になったら友達100人を作ることを期待されます」友達が多いこととみんなと 話ができることは正しいことであり友達が少ないこと会話の中にうまく入れないことはその人間性に何か問題でもあるかのごときものになってしまうのです事実友達が少ない親友が一人もいない普通に人と会話ができないといって深刻に悩,み悩む若者が多いことによっても明らかですそれは彼らの 日本人特有の劣等感と言えます。普通に考えれば、友達を百人も作る必要はありません。また、できるものでもありません。それでも百人の友達作りが当たり前のように奨励されるのは和、和和ですね。これはみんなにおもねる態度をしつけるためであり、絶妙なる和テキ人間関係の調整能力を。 訓練強化し、しまいには、その自動化。無意識化を達成させるためなのです。そして、自己存在の固有なる意義を強く主張しない人間を作り出すのです。はい、なんか日本っぽいですね。はい、日本では、おにぎりを食べるにしろ。百人で食べることに目標が置かれ。しかも、隠れる場所もないような山の頂き。 歌詞にある富士山が日本の象徴であることは言うまでもないでいくつものグループはですねに分かれ和気あいあいに食べることが推奨されているために大人になっても休憩時間イコール個人の自由な時間の過ごし方を苦にする人が少なくなく一人でランチすることは容易に できないものとなってしまうのですするにしても隠れるようにしてしなければなりません、えー、男性よりも女性にその傾向が強いのは女性の方が男性より輪に対する立脚度が高いからですお手洗いに一人が行こうとするとみんなも行ったりしてしまうのはその現れであり子供と無理心中するのは父親より母親であることが多いということも 女性が他者との関係意識の中に自己の同一性を強く持っていることを表しているのです。はい、以上です。<laughs> まあちょっと頑張って書いてみたんですけどね。はい、まあちょっと難しい話になっちゃったんですけど、まあとにかく日本っていうのは、まあ空気を読むまあ和ですね、はい、空気を読むことに重きが置かれるんですね。で、まあコミュ力 いうことで、ね、悩んでしまうっていうのも日本特有の悩みなんですね。でこれ日本独昔からね日本独特の悩みであるってことをまず理解していただけるといいのかなと思います。またちょっとね深く別の機会にお話ししたいなと思います、ね。さっきまあちょっと男性と女性の違いの問題とかもちょっと書いてみましたけどね。はいまあ、結論ですね、まあ、これからは もっとでもねもう友達は100人もいらないしできませんもういろいろとですね新しい生き方っていうものがあのできる時代っていうのがやってくると思いますただ日本っていうのはですねこういった背景があるってことをですね今日お伝えしたくて、はい、ちょっとお聞き苦しい中歌を歌ったりしてみました。 はい、じゃあ今日はですね、お友達は100人もいりませんというお話をさせていただきました。また次の動画でお会いしましょう。私は明日も教室でお待ちしております。ありがとうございました。